皆さんこんにちは、タンタンです。タンゾーです。まあちょっとね、あの仮設スタジオみたいな感じで、こんな感じでチームハウスオマールの家のね、ガレージをちょっと散乱してますけど、こんな感じでしてますけども、今回は、5月11日に僕たちが参加させてもらったアムのクリテリウム、これナイトクリテリウムなのかね、の、動画を見ていただこうと思います。ただ、今までちょっと何回かこうやって上げてきて、字幕だと見にくいなと思ったので、今回はちょっとアフレコというか動画に、自分たちの方で音声をつけて作っていました。これもね、今回やるにあたってちょっと一人だと心細いなというところがあったので、今回特別ゲスト、スペシャルゲストとして、橋本英也選手が今一緒にレースの方参戦してたりするので、彼にもちょっとね、彼の経験だったりとか思ってることっていうのをこう踏まえて喋ってもらいながら、ちょっと一緒にやっていこうかなと思います。ではここから動画の方をご覧ください。はい、ということでここからは、エイヤちゃんにも橋本エイヤ選手にもごめんなさい入ってもらって、ね、このレースのことだったりとか、あと、まあ、橋本選手は、ワールドカップのポイントレースだったりとか、タスマニアカーニバルでいろんな日本以外の国のクリテリウムも走ってきてる選手なので、まあ、その辺のことも踏まえていろんな話を聞いていこうと思います。橋本選手よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみにこれ今日撮ってるのが5月の30日で、レースがあったのが確か5月の13日だったと思うんですけど、はい、これ、ヨーロッパに来て2日後か11日にエイヤがフランスに着いてるから、はい、13日、まあ、ほぼあの時差ボケフル回転のままで出たレースだったと思うんですけど、はい、まだあのレーススタートしたとこですけど、はい、まあ、ざっくり、まあ、あの結果としてはダメだったんですけど、ざっくりそのレース振り返ってみて、はい、今回のレース振り返ってみて、はい、今回初めてフランスに行ったんですけど、はい、まずはその気候の良さというか環境の良さに驚いて、それで2日しかなかったんですけどレースに出て、やっぱり初戦は僕だけリタイアだったんですけど、やっぱりコースの設定とか見てもらうように、すごいテクニカルなんですよね。そうだね、このコースは確かにすごいテクニカルだったっていうか、はい、他のクリテリウム、まあ、南西、これ今回これ、何キロだったっけ、約90キロ近い、総距離90キロ近いレース、距離のクリテリウムなんですけど、まあ、ロードレースと違ってクリテリウムっていうのは、うん、確かルール上1周3キロのコースで総距離が100キロ以内だったと思うんですけど、はい、今回のコースなんかはそういう市街地の平坦で行われるようなクリテリウムの中でも、うん、結構見てもさっきもちょっとあったみたいに市街地の中、街の中、商店街みたいなとこ走っていくからっていうのもあって、はい、危険防止のために藁が積んであったりとか、そんな感じで結構、はい、このコースは結構テクニカルだったかなと思います。そうですね、うん、はい、確かに日本のレースだと大体閉鎖された川原とかでよく来るんですけど、せやね、せやね、やっぱりこの街の中でできるっていうのはフランスだとすごい大きいですかね。そうやね、はい、やっぱその日本だとその道路止めるのに許可がいったりとか、そういうことの関係で、まあ、どうしても河川敷とかになってきてしまうところはあるのかなと思いながら、うんうん、まあでもね、いずれこういうふうなことがね、もっともっと日本でもできていけたら面白くなってくるんだろうなと。そうですね、はい、いつかはオーガナイザーとしてやってみたいですけどね。エイヤちゃんのこれ、ちなみに車載積んでるのが僕で、今橋本選手の後ろ走ってますけど、はいはい、ね、この時はまだ元気そうやね。そうですけど、多分結構きついんじゃないか。お尻がちょっと腫れてるので、なんとも言えないですけど。はい、どうな、ほら、例えば去年の年末とかだったタスマニアカーニバルで、うん、オーストラリアのクリテリウム走ってみたりとか、あと、まあ、エアだったら全日本学生選手権とか、はい、神宮で何回か日本のクリテリウム買ってたりするけど、そこと比べて、
その、まあ、まあさっきあの日本のレースと比べてっていうところで言ってもらったんで、その同じ海外でも今度あのオーストラリアの、うんうん、オーストラリアね、タスマニアって、オーストラリアです、オーストラリアのタスマニアカーニバルと比べてっていうところだったら、はい、どんな感じですか。オーストラリアに今回のフランスのクリテも近いんじゃないかなと思いますね。ああ、集団の密度とかあって、そうですね、密度とかも近くて、やっぱりレーススピードが日本と比べて速いっていうのが一番の違いじゃないかなと思います、うん。ちなみにこのレースっていうのは今回、123J って言って、うん、フランスのアマチュアカテゴリーの中にも上から2番目になるのかな、一番上にエリートナショナルっていう、うん、もう本当にそのトップの人しか走れないレースがあるんで、はい、それの2番目のカテゴリーにもなってくるんですけど、はい、まあ、それもあったから結構ペースが速かったっていうのもあると思うんですけど、はい、例えばこれ、まあ、13日のレース、それ以降、うん、ほら今まで何レースかフランスでレース走ってきたけど、うん、そこで比べてみて日本のレースとそうフランスのレースの違いとか、逆にこういうところは日本だったら、日本はこういうところが面白いよっていうようなこととかあった。あ、そうですね、まあ、走ってみてその 1,2,3 とか分かれていて、一番はそのレベルで分けてるんですよね、こっちのレースは。せやね、はい、例えば日本のレースだと実業団で分けて、学連で分けて、いろいろ分けちゃって、うんうん、その強い者同士が集まるレースが、弱い者同士が集まるレースがっていうのがやっぱり少なくて、やっぱり同じ自転車の上で乗ってレースできるってことは、うんうん、やっぱり日本の全部でそのレースをやっぱシェアしていかないといけないかなって思ったりもしますね。そう、やっぱりその面白いっていうのがやっぱちゃんとカテゴリー分けがされてるから、うんうん、面白いレースができたりとか、逆に入ってきやすかったりとか、はいはい、上を目指していけるっていうシステムがあるのかな。逆にそこがもうちょっと日本でもこう確立されていって、まあね、ほら地域戦じゃないけど、例えば、まあ、僕ら鹿屋の大大出身なんで、うん、九州でのシリーズ戦みたいなのがあって、そうですね、その上に今度、ね、はい、全国でのシリーズ戦、まあ、それが J プロツアーとかになるのか分からないけど、うん、はい、そういう風な感じでその、ね、そのピラミッド式っていうか、うん、階段式っていうか上がっていけるようになったら、また日本のレベルもその、ま、変わってきたりするんじゃない、変わってくると思いますね。だからそういう意味ではその今の、まあ、今実業団だったら E3、E2、E1 とか J プロツアー、はい、あとまあ学連だったらクラス1、クラス3、クラス2、クラス1って感じで、うん、いろんなところでこうクラス分けがあるのがもっと統一されたりとか、うん、それがもっと明確に本当に強い人しか上に上がれないって言ったら、まあ、そうしたら僕が上がれるかどうかが自分自身が上がれるかどうかちょっと分からなくなってくるところはあるけども、うんうん、それがあればもっとこう自転車、日本の自転車って変わってくるんじゃないかなって思いながら。いや、そうですね、やっぱり変わってくると思います、ね、それはあると思うよね。いや、もちろんやっぱり年齢を重ねた選手っていうのと、うんうんうん、若い選手っていうのがやっぱり日本だと同じ舞台で走るっていうのがすごい少ないと思うんですよね、うん、そうだね、はい、例えば高校生の場合、高体連がインターハイがっていうレースが状態になって、うん、大学生だとインカレがあったりとかして、せやね、はい、そこをうまく枠組みをうまく取っ払って、競技力向上ができればと思います。そうですね、そうそうそうはい、だから今回なんかもそのほら同じレースにうん、マスターズのフランスチャンピオンに4回なって、はい、1回なんか世界チャンピオンにもなったんかな、マスターズのっていう人が一緒に走ってたりとか、ね、ジュニアのネーションズカップで活躍してる選手とか、そういう選手も一緒に出てたりしてるんで、はい、やっぱそういうのもこう混ざりながらうまくこうね、もうほらいろんな自分たちがじゃなくて、みんなで協力してね、日本の自転車がもっともっとメジャーになっていってくれたらいいなと思いながら、まああのあとね、あと多分これ今の映像がもう全然レースと関係のない話が続いてたんですけど、今レースで多分あと1周なんかな、これは。あ、もうじゃあこれゴールだ、次ゴールだ、多分次ゴール、これ先頭ですか、これ俺先頭、引いてるんですか、うん、引いてた、はい、引いてたね。ね、前にいたんよね、3人確か、うん、で、もうちょっとね、あんまり言いづらいことなんですけども、ちょっとリアのメカに不調があったんで、もがけないと思ったんで、うん、で、まあ、ノジョの選手がいたのと他の、ね、日本人選手も何人か残ってたんで、もう最後詰めたろうと思って引きずり倒したんですけど、結局詰め切ることができず、で最後まあスプリントに集団、最後2人逃げ切ったのかな、同じチームの選手が2人協調して逃げ切って、うん、
で今ちょっとあの僕の前に多分これ日野達義だと思うんですけど、左側かな、今ちょっと消えていたがいるみたいに、まあ集団での最後はスプリントに、僕たちの集団はスプリントになったって、これが多分だから3位争いになるのかな。で三角形のコースのこれが最後コーナー曲がってっていう感じでスプリントになってくると思うんですけど、もうねこれですぐ動画が多分終わっちゃうと思うんで、もうちょっと長くすればよかったなと思いながら、まあ最後締めなんですけど、まあねこうやってまたあと何回かレース出る中でこうやってまたエイヤちゃんにも解説してもらおうと思うんで、とりあえずこれはテストなんで、今日は中途半端に終わって皆さんごめんなさい、見てくださった人ごめんなさい、ということでまたこれからもこれを続けていこうと、とりあえず今ゴールしました、確か10、20番ぐらい、この日はゴールしたんですけど、はい、まあ、ちなみにこの後チェーンが切れるっていう事件があったんですけど、はい、まあこんな感じでまた次回もこうやってね、もっとちょっと時間を長くして楽しんでもらえるような動画を作っていけたらいいなと思います、はい、ということで中途半端でごめん、エアちゃんありがとうございました、はい、ありがとうございました、またでは次回にまた出てきてもらおうと思います。